米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が2020年3月に同社取締役を退任した際、取締役会が同氏と女性従業員との不倫関係をめぐって調査を行っていたと、ウォール・ストリート・ジャーナルが16日に報じた。関係筋の話として伝えたところによると、取締役会は2020年、ビル・ゲイツ氏が過去にマイクロソフトの女性従業員と恋愛関係にあったことを不適切とみなし、調査を進める中で、ゲイツ氏が取締役を退任する必要があると決定したという。ゲイツ氏の広報担当者は、同氏に対し、20年近く前の関係で友好的に終わったと説明している。取締役は未成年の人身売買の罪で起訴され、勾留中に自殺したジェフリー・エプスタイン被告とゲイツ氏との関係についても問いただした。ゲイツ氏のチームは、エプスタイン被告とは慈善事業絡みの理由であっただけで、そのことを後悔していると取締役会に断言したという。